はい、<laughs> お願いします。よろしくお願いします。はい、まずは、えー、ワールドカップ決勝進出おめでとうございました。ありがとうございます。はい、いえー、初の快挙ということで、ご自身今振り返っていかがでしょうか？大会は。そうですね。まあまだまだ気持ちの整理できないですけど。でもまああのー、目標通りですね。あのー、メダル取りたかったんで。 まあ大会がね、あのーまあ、振り返ると、まあ、結構いろんな難しいチーム対戦して、まあ、素晴らしい戦いできて素晴らしい勝利もできたと思いますので、まあ、あと、次の課題も金、あのーまあ、銀メダル、まあ、取ることできてやっぱり金取るために、まあ、次の課題もいろいろ見えてきたなと思いますのでまだまだチームとしても成長できると思いますしまあ 監督になってからまあ国内合宿1年間ぐらいやって、チームの効果とかチームのレベルアップのところもまあ結構見えてきました。はいまあ、でもすごい楽しいワールドカップでした。あよかったです。はい、あの監督ですから1試合ずつちょっと振り返ってください。まず初戦のパラグアイ戦。まあ、パラグアイは前回大会の時にもう本当最後の最後。 えー、監督のコーナーキックから、えー、決勝点を取ったという相手でした。またそういう相手があ初戦だったということで、えー、どう感じてらっしゃいましたでしょうかそうですね、まあ、前回パラガイ戦、ね、あの前回のパラガイと対戦することができて、向、まあ、こうも同じメンバーっていうチームが出てきて、まあ、最初、入り方まあ日本は。 普通に良かったなと思うんでただ、まあそのフリーキックのところ、失点差があってで03んなった時にまあ、でもまあ逆転逆転いけるんじゃないかなっていうずっと思ってきたんででまあ、作戦だけちょっと書いてキーパーが交代してでピフォーもあの山口出世と駒が同じタイミングでピッチに入れてまあやっぱり点取らないといけないから。 まあその逆転になったときにまああのやっぱり1点ずつまあ考えてで逆転になったところ、試合リードできてまあもうちょっと落ち着いてきたなと思います。まあ、その本当の試合、1試合目でああいうなんかいろんな場面が起きてまあチームの成長もできたなあ次の試合も,ともっとチームが強くなるかなとおっしゃるそうりですね。あの畑目から見ていますと えー、3点先に取られたと、ポンポンと失点してで、3点目まで取られたということで、相当やばいんじゃないかなと思ったんですが、監督はその 0−3 にされたところで勝機があるというふうに思われたわけですね。そうですね、まあ、0−3 になったときでも、日本代表、まあ、まあ、いい形できたから、ただ、やっぱり、まあ、ギノーザ、ゴールキーパー入れて、なかなか2人の。 先日、あのー、フォーメーションができなかったから、まあ、川合雄介が入ってから、まあ、足の使い方もできるからやっぱりもうちょっと攻撃の方につながることができたなと思うんで、まあ、ゼロ差のところから、まあ、やっぱりチームの流れも良かったしあと点なかなかまあチャンスもあったけどなかなかゴールまでいかなかったし、まあ、1点決めれば 1>, 多分その1試合目の緊張感とかのプレッシャーが、まあ、あと初めての海外の試合になっているから、まあ、いろ々な思いがあったから、まず、あ、手に入れば、もっとみんな楽でできるかなと思いました。終わってみればね、4対 7, 7対4ということで、対勝という形でこの試合を締めくくりました。さて2戦目は 前回も確か2戦目がアメリカ戦だったと思います、2019年も。えー、と前回もですね、なんとなくこうそのパラグアイに勝って、えー、ちょっと気が抜けたような感じでアメリカにやって、えー、まあ前回も勝ったわけですけれども、今回の2戦目のアメリカ戦も、これもまたちょっと先制される展開だったと思います。はい、そうですね試試合目と2試合目目とははななかなか、あのー、先生にはリード スタートのところできなかったから、また相手、ね、リードされて、またそのね逆転のところもいかないといけないから、でも、パラグアイ戦と同じくあのスタートのところもできたし、でまあリードされるとまたねやっぱりあの逆転まで行くのまあ難しい試合になるかなと思ったので。 逆にパラグアイ戦があれ起きたから多分みんな、あのー、安心してたかなと思いますんで,で、まあ、この2試合だけじゃなく今回のオールドカップチームの3ペリ目あの相当強くなったなという1試合目からも感じてきたので、まあ、ただ、ね、アメリカも前,前回のオールドカップも強いチームだったので今回もやっぱり、あのー、強いチームだったし まあ簡単な試合にならないとみんなをかてたし、ただ、まああのー、その試合も絶対勝つと思ったので、まずそのパラグアイ戦とアメリカ戦に勝てば、まあ、最初の目標が、あのー、達成することができると思ったので、うん、まあでも、やっぱり戦術どおりのところとか、練習どおりのところも見えてきて、あとまあ修正と赤駒がすごい調子よかったから、2人も稽古点取ってくれて。 あのチームのためにもなったなと思います。で、まあ逆,、ね、逆に先制されると、なんて言いますか、やっぱり勝たないといけないっていう、なんかプレッシャーになるんでね、それどんどん攻撃につながるけど、ただリードしてるときにね、あのやっぱり気をつけないといけない気持ち出てくるから、あ落ち着いて最後までプレイしましょうか。まあ 今回のこの1試合とかまあ全貌の試合を見るとすごいみんな安定して最後まであのプレーすることができたからまあすごいあのチームの簿記になってきたなと思います、はい、よかったです。さて、えー、3戦目、まあ、地元強豪国ロシアということで、まあ、ここはあの、ね、1対7という大敗でちょっとこれは監督もびっくりなさったんじゃないですか。 いやその試合、正直勝てる自信があって、前回のオールドカップも、ねあのーまあ、レ,ベンレベンジじゃないけど、うん、でもチーの血を締めていや、今回絶対初めてのルシア、ね、あの歴史も作りたかったから、うん、ただまあ試合始まってから、で正直あの試合、ルシアでオールドカップ行われてるけど、あの試合ねやっぱりルシアのための試合だったから。 まあその GJ もあって、環境は全部ルーシャーのところ、ルシャーシアも点取るときにすごい雰囲気とかね、もあったので、まああの辺も正直びっくりしてて。でただ、試合始まってからすぐね、ルシャーシアがもうすぐ3点取って、やっぱり相打ち目と試合してリードされると、また逆、まあ1試合目と2試合目の違って、やっぱりまあ難しい試合になると思うんで。まあでも、なんて言いますか、その最後の方、 まあ残り3本リードされても7-1で負けてもやっぱり選手たちのみんなあの勝ってる勝ちたい気持ちどんどん攻撃に力入れてなんか7-1で負けたまはあ、正直結果としては恥ずかしいまあ良くないと思ったけどただあのにみんなななんかなんて言いますか落ち込まないでまた やってる自信があったっていうところでやっぱり絶対これ次のトーナメントに,につながいい形つながっていけるかなっていう見えてきました逆にあの試合に、ね、あ,<ー>ああいうことが起きたからまあ次の準々決勝と準決勝にもっとあのチームのためになりましたよかったですさてその準々決勝、えー、大激戦でしたはい えー、かにさすが、あのーね、しっかりした体をベースにして、えーまあ、第3ピリオドで、えー、リードされると、初めて相手にリードされるという展開になって、でそこから同点に追いついて、延長という展開だったと思います。監督としては、こういう試合展開は予想してらっしゃいましたか まあ、タヒチね、バハマワールドカップの時にグループリーグで負けて、そっちで日本代表のワールドカップ終わってしまったので、まあ、すごいあの辛い思いがあったから、まあ、今回絶対タヒチに、ね、負けないように、みんなのお話しして、たタヒチはねあの、ワールドカップ経験があるチームで、まあ、もう何回準優勝してるんで,で、メンバーほぼ変えてきて、すごい走るチームになってきたんで。ね。 まあ他のチームの試合も分析して、まあ、だいぶ強くなったなと思って、ただ、私たちもまあね強くなってきてるし、で絶対、ただトレーナメントになってくると、プレッシャーのところも増えてくるし、もっと強くなるから、うん、で逆にあの始まるところがまあ一番良かったかな、なすぐ点取って、うん、で流れもすごい良くて。 ただ、もっともっとなんか2-0だったけどもっと点取るチャンスがあったと思うので、まあ、試合終わった後にもみんなも話したけどもっとあのチャンスがゴールにつながればあの難しい試合にならなかったなと思ったので逆にやっぱりビーチね2、2-0だけ3-0でまあなんかあの、足りないね。やっぱりサンペリで何が起きるかわからないからで逆転されて、 でね、あのー、残り30秒であれ、ウエサタ組のまあ、彼がね、初めてのワールドカップの台本、はい、の中で、一番このワールドカップに活躍したなと思います。もちろん、アガコマとかオーバーとか、まあ、リードしたさま、ウエサト私としては、やっぱり、一番ワールドカップの中で成長した選手かなと思うんで、まあ、いきなり本番で初めての,のワールドカップのでまあ、あの、アクセントだってやっぱり、 いやー、かれー、絶対こういうこと起きないな、と思った。ただ、なんか、すぐボールを取って、まあ、映像を見ると、私、すぐボールも取って、やっぱり、あの、残り30秒、キックオフで、命かけて、まあ、点取るしかないな、と思った。うん、まあ、最初、自分で蹴ると思った、壁の位置見ると、まあ、オーバーの方が空いてたから、まあ、その、シュートに、まあ、パスに帰って、まあ、オーバー素晴らしい、ボーキックが決めたから、で、あれ入ったとき、まあ、よし、ここで <laughs>、あの、また新しい力になったから、 やっぱりそれまあベンチも見てみんな盛り上げてたからよかったなと思うんでまたそっちであ、ね、あのー、まあ、勝っているチャンスだったのにでまた同点になっていやまあでも、p ケ持っていくとまあなかなかね p ケでいい思いがないからねワールドカップ予選も見てワールドカップも見てまあ日本でいう思いがないからどうしても延長でやっぱり勝ちたいと思ったので。 まあそれね、最後の最後も若駒が素晴らしいおばへって,いて。いやー、そうですよ。どうぞまあ、本当に <laughs> 本人にも話したね。<laughs> あのー、あの、大地のゴールが最後まで彼が戻らないといけないよって言ったの。まあ、視界は当たってまあ、あのー、みんな喜んでたけど、ただ次の試合ね、絶対戻れって伝えましたので。まあ、結構あの、ああいう練習ね、ピフォーもまあ辛いだけど、ずっと攻撃しないといけないし、まあ、すごいね、あの、ピフォーたちがチームのために動いてくれてるけど、 まあでもビーチが4人ともね、守備しないといけないし、だからまあ、赤コマがね、やっぱり相手より早めに守備のところ入れないと、ああいうことが起きるよっていう、ワールドカップの前に練習試合の時にこういうことが起きたから、でも本人がね、やっぱりまあメンタル強くなったし、あ,ああいう時にはあまあ起きても、彼がまあ本当に交代するタイミングだったけど、でも彼がやっぱりあのピーチ残って、多分 悔しかったからで、うん、すぐ点取ったからさすがねあのー、日本のおやつだと思うので,そうです、ね、ただねあ試合終わったあとに、ね、みんなすごい多分一番この,ワールドこのワールドカップの中で一番面白い試合じゃないかなっていうみんな言われましたけどまあもちろんね外から見,見てる人は楽しい試合だけど <laughs> 私たちやってるのは楽しいけどただ辛かったね いい流れだったの、ね、に、あの最後の最後になったから、うん、いやもう、まあなかなかね、楽な試合にならないけど、ただ、ああいうチャンスあるときにしっかり決めないと、こういう試合、ねあのー、になるから、まあ、でも、素晴らしい勝利でしたね。いや、ビーチは特にあの延長が3分しかないので、その中で先制してすぐ同点に追いつかれたら、まあ、大体は PK になると思うんですが。 そこで決勝点まで取ったっていう点がものすごく良かったんじゃないかというふうに思います。そうですね。まあ、試合ねサンペリの中で、まあ、両方チームが落ち着いてプレイしたけど、延長がね、みんな命かけてプレイしたな。はい、まあ、あの三本だけね、あのー、外盛り上げてたね。はい、よかったです。はい、さて、えー、次がですね、いよいよ。 日本は何度もここまで来ました。準決勝に来て、いつもこの壁に跳ね返されていました。準決勝、セネガル戦でしたけれども、まずこの試合、臨むにあたって、監督としてはどういう気持ちだったでしょうか。まあ、そうですね。まあ、前回ね、ベスト4で終わって、今回はまあメダル取りましょうってみんな約束したし、でちょうどなんかそのみんなメディカルルーム行ったにまに、まあ、スタッフさんも話したけど、 絶対あの最後まで残りましょうよっていうスタッフさんもねあの最後まで残るっていう準備してきたからもうもう今帰れないよっていう、まあ、あのそういう話があったからまあ確かにね今回ベスト4以上は取らないといけないからまあセネガルねまあその強いチームで今回の俺とかもブラジルだほを倒してまあねあねの優勝は狙ってるチームだったので。 まあそのまあ、ここまで来たから、でも逆にワールドカップの前にセネガル代表とトレーニングマッチしててよかったね。まあ、いろいろ分析もできたし、でただまあセネガルは、ね、攻撃が強いけど守備が結構ミスがあって、まあ、その分析したらなんかしっかり、まあ、赤駒もピフォンも含めてみんなしっかり戻ってくればその後のカウンターがやっぱり日本が速いスピードがあるし。 ただどうしてもね、相手が身長があるし、体が強いから、まあ、逆に私たちの武器持ってるのそのスピードと体力を持っていけば、あの勝ってるんじゃないかなっていう、まあ、思ったから、まあ、でも分析したりあり、あのうまくできたと思いますので、まあ、その、いちいちそこからまあどんどん点差は離,して離れて、まあ、もっとあのいいバランスできたかな、まあ、多分、そのワールドカップの中で一番、 あのー、リードしてから落ち着いてプレーできたなと思います。完璧な試合展開だったと思います。危なくなるというか、まあ、不安げなシーンというのはなかった試合だったと思いました。えー、それでとうとう決勝進出ですが決勝進出になった時の心境というのはいかがだったでしょうか。そうね、まずね、やっぱりすごい楽しみにしてたね、決勝戦、今まで、あのー、経験がなかったから。 やっぱり、ワールドカップ最後まで残ると、なんか本当に楽しい。やっぱり、なんか最初ね、ホテル、みんな同じホテル泊まるから、最初すごいね、いろんな台風が泊まって、すごいうるさいっていう感じな、すごい台風、あの、ワールドカップっていう雰囲気があるので、た、最後まで残ると、どんどんホテルが静かなってきて、みんな帰っちゃうんじゃないですか。で、あな,るほどなんかもう、ワールドカップ終わってるよっていう。ただね、あの、準決勝ってすぐ決勝戦。 いう2 4時間あまりもう経ってないんで、もうないんで、本当に回復する時間ない。うんうん、で、世かを準決勝勝ったのに、もうちょっとなんて言いますか、喜,おる喜びたいけど、時間もないです。もうすぐ終わったっロ、ね、シアのこと考えないといけないから、そうですねもう本当に1日2日間ぐらいあったら、まだなんて言いますか、もうちょっと忙し方できたかなと思いますんで、うん、まあでもね、あの日本とてもだあのロシアにとっても,あってもまつ、あ、らい。 やっぱりあの時間ないところ回復をする時間ないところでまあ辛いタイミングだったと思うのでだその3試合目みたいな入り方になるとまたすぐあの負けるよっていうやっぱり入り方どうしても集中していかないとまたあのまああの点差になるかもしれないからでも,まああのもう逆にもうここまで来たもうメダルとかプレッシャーもない多分それぞれねあの楽になってもう 楽しみ、楽しむしかないからっていう、やっぱり人生はなかなかこういうチャンスはないから、だからみんな楽しもうよっていう、まあ、私からメッセージみんなに出したんで、まあ、でも、ルーシャね、あのー、まあ、ホームでやってるし、まあ、3試合目みたいな感じですごい、なんか観客席がもうフルだったし、まあ、難しいね。やっぱりそれで。 まあ、このワールドカップは2チーム倒してもタヒチ、パラグアイとかセネガールとかまだまだその日本が世界一のチームが倒す歴史がまだ作ってないのでまあ結果は負けですけど、まあ、正直悔しいですね悔しいけどまあでもロシアが強かったなっていうまあ素直に、あのー、<laughs> まあ感じましたのでまあでも あの日本のビッツサカ15年前から見てて、まあ、いろいろねあのいろんな人が引っ張ってきたしいろんな人が日本のビッツサカもやってきたしで私たちがそういうメダルを取って、まあ、これから日本のビッツサカのためもなると思いますルで,で,でそのロシアを倒すためにまだ足りないこともあるしやっぱり環境日本の国内環境とか まあ、日本の活動とかも海外とかねそういうもっとこういうチームと試合しないとレベルアップすることできないから、まあ、でも、まあ、負けたは負けたけどまだ、まあ、その今度やっぱり金メダル、あのー、取れるようにいろいろ見えてきましたどんどん金メダルのところに近づいてきてますあの決勝戦もね、えー、と決してボコボコにやられたわけではなくて 2ピリオド目が始まった時の素晴らしい同点ゴールが決まったじゃないですか。そうですね、まあ、やっぱりボールポセッションとか試合流れはまあどうしてもルッシアの方が強かったんで、まあ、結局日本ボール持って、すごく攻撃につながっても、なかなかボール持ってる時間が長くならないから、まあ、でも2ピリと3ピリのタイミングのまあ流れが良くなったなと思いますね。 ま,あまだまだルシアみたいにもうちょっと長ボールの長い,もう長い時間持っていけばもっとゴールを作るチャンスがあるのででもまあその三試合あのロシアとの1試合目と比べるとあのー、決勝戦の方が、まあ、まだ形うん良、あのー、くなったなと思います、はいえーまあ、このロシアあまあもう一つ順位を上げようと思うとこのロシアを倒さなければいけないわけですけれどもまあそのためにまだまだ日本のビッグサッカー界 やるるべきことががたくさんあるような気がしますえ例えばあのヨーロッパの方ですともプロリーグもできてますしで、えー、リーグ戦国をまたいでやってますし、まあ、日本はなかなかまだ全国リーグも作れないという感じになっていると思うんですが監督として、えー、今後日本のサッピーチサッカー界どういうことが必要だというふうに感じてらっしゃいますでしょうか そうですねまあ、逆にね、あのー、ここまで、この環境でここまで来ていることが素晴らしいなと思いますね。あ、うん、あのー、まあ、金、銀メダル取ることができて、まあ、やっぱりワールドカップ、ね、なかなか決勝戦まで行くことが簡単ではないし、でただね、まあ今言った通り、ロシアが世界一の強みを持ってます。 で、ね、一年中はまあ、冬のリーグも夏のリーグもありますので、まあ、みんなね、年間が何十試合、60試合ぐらいやってますね、代表とクラブチームで,で、その全部の60試合がレベル高いな試合やってます。で、日本国内は、まだプロリーグもない、そもそも強いチーム集まって、試合の数が少ないですね。で、やっぱり今後、まず国内リーグ、 まあプロリーグっていうかまあ強化リーグを作るかまあそれやっぱりその日本の8チームぐらい自由チームぐらい集まってこういう試合の数を増やしていかないと結局その世界レベルのところは届かないと思いますねでまあさっきも言ったんですけどその代表の活動、まあ、コロナ中でまあなかなか行きづらいかもしれないですけどまあどんどん海外の大会とか 海外のチームと対戦してもっとこういう経験増やさないと実際に、ね、国内で、まあ、スタジオの中でやることないのでロシアみたいに、まあ、5000人ぐらい入ってああいう環境であるとここないと日本の国内とやると全然違いますね、まあ、その2つの課題あの2つのことが変えていかないとやっぱり金メダルの取ることは、まあ、ちょっと、まあ、届けないと。 と思います、ね。まあ、逆にその今回の日本運動のスタッフが、まあ、増えること、増えたことがすごい選手たちのためにもなったし、キーパーコーチもあって、フィジカルコーチ、メンタルコーチ。で、ワールドカップコーチも、まあ、コロナのためだったと思うんですけど、ドクターもトレーナーさんも2人いて、やっぱり選手たちのケア、リカバリーとか、まあ、すごい、あのー、今までと比べたらすごい良、あのー、くなりました。 であと、まあ、カリオカピッチできたことが、本当に日本のビッザが良くなったと思いますので、あの、素晴らしい環境で、ああいうピッチができて、リカバリーもできるし、ケアもできる、あと、移動のところもすごい楽になりましたんで、やっぱりそれ、数月まですぐ練習できて、すぐあのコロナの検査もできて、まあ、今年は、すごい、あの、ワールドカップのためにもなりましたと思うんで。 ま,あまだまだ、ねあのーまあ、自分が監督兼選手として、まあ、そのもっといろいろ期待してますし、まあ、今回のオールドカップで、まあ、多くの人にあのビッツァのことはしてもらうこともできたと思うので、まあ、これで、ね、あのこのチャンスでもっといろんな人がビッツァカーやってみたいとかビッツァカー見てみたいとか増える機会があったらぜひ、まあねあのー、日本のビッツァ界のためにもなると思いますので。 まあ、そういうことがもっとあの盛り上げていけば、まあ、金メダル取れるんじゃないかなって思います。ありがとうございます今ちょうどお話が出てきました監督兼選手ということで、えーまあ、あの田畑コーチが試合中はいらしていろいろやってらっしゃいましたけれどもなかなかその役割というのは難しくはなかったでしょうか。まあ、実際試合 始まってから、まあそういう田端コーチが、あの外からの指示とか、あと交代のタイミングとか、試合のことをいろいろ見て、まあすごい私、すごい力になったので、まあ自分が選手としてだけあの集中できたので、まあでもプレイしながら、まあ中からあの感じてることとか、見えてることがまあ タイミングを見て選手たちと話したりと、あと田タコーチと話して、まあ、先日とか交代のところもいろいろ話できました。まあ、ただ、その試合と試合の間にあのリカーバリーの時間とか、他のタ端、まあ、コーチが結構分析していただいて、そのところすごい助かりましたので、まあ、そういうまあ大変なところもあったけど、でも自分としてまあすごいあのまあ楽しいというか、いい経験だったので。まあ まだまだあの勉強することもあると思うし、ただまあ本番でやってて、ああいう結果残してまあよかったな。またプレッシャーのところすごい増えたけど、<laughs> ああ銀メダルとれてまああのよかったです。い,いや、でも監督にはプレッシャーは相当あったと思うんですよ。前回大会の時きは、決勝戦進んでないのに MVP 取ってらっしゃいましたし。 で本当に素晴らしいゴールもフリーキックからたくさん決めてらっしゃいました、そういう活躍も求められつつ、チームも指揮しなきゃいけなかったといったところで、はいえー、個人のプレーにはそれぐらい影響はなかったですかまあ、その監督をやってるから、まあ、影響がないと思うですね、ただやっぱり松田康介選手が怪我で。はい そうしたら、守備陣が少なくなったね、私だけで。まあ、オーバーもできるけど、ただ、オーバーが守備すると、攻撃の力なくなるから、まあ、本人と話して、まあ、どんどん逆に、まあ、しょうがない、私は攻撃する数が少ないから、まあ、今回のルートがほとんどないの、前回のルートと比べたらなんですけど、ね、ただ、まあ、やっぱり地面が勝つことが一番大事なので、まあ、自分が、 点取らなくてもオーマーとかあのー、修正とかゴールとかオーバーもしっかり点取ってくれたからまあ逆に今までバランス的には一番良かったなと思いますので <laughs>、まあもちろんもちろんね <laughs> 自分のプレーはまだ満足をしてないしまあ正直自分のプレーは嬉しくないただまあチームが勝ったことが一番幸せでまあ次のこれからの次の大会とかあのワールドカップねそれもうちょっとうまくあの考えて。 まあ、松田コースがもが怪がも治ると思うので、まあ、やっぱりは彼が燃えてくると、私はまあ安心しても攻撃に行け、あのー、る、まあ、と思いますので、まあ、自分もやっぱり前回のワールドカップは9点,か9点か8点か取って、今回1点しか取ってないから、はいまあ、ちょっと悔しいです、ね、<laughs> そうですすねねそう特にまた、ね、監督は、ね、前回ですっごいフリーキック決めてましたからね、フリーキックのたんびにみんな、すすっごい期待したと思うんで,すよううですいろんなメッセージいただきましたよ。 次の試合は、小津選手の振り期待してます、期待してますて言ってああまあ、ね。なかなかうまくいかなくてあの、まあ、すごい悔しかったんで、まあ結構、蹴り方とかね、前と変わってないし、コンディション、体の作りも変わってないから。 まあただ、そういう、もしかしたらプレッシャーのところもあったかもしれないね。そういう、あまりあのボールに行けるときにあまりいいエネルギー伝わらなかったから、まあ、でも、さっきも言ったけど、チームがね歴史が作ったし、それ嬉しいし、ただ、やっぱり金メダル取るために、多分チームが私のゴールとあの攻撃のパワーも必要と思うので、まあ、それ、これからまあしっかりあの足りないことがあの直して。 また次の大会もいいの、もっといいコンディション、もっといいいいパフォーマンスできるようにあの練習を頑張ります。ありがとうございますあの。最後に監督個人のことについて聞かせてください。はい。それこそ世界で MVP を取るような選手が、えー、日本に帰化して、日本代表としてプレーしているというところがやっぱりみんなすごく面白いんじゃないかと思います。であの まあ聞いてる話ですと、監督はそれこそポルトガルですとかいろんなとこからオファーがあったのに、蹴って日本に来たというのをあります。監督として、日本の魅力、日本の魅力は何でしたかいやー、そうですね、日本に来てから、まあ、本当にあのー、住みやすいっていうところ、便利っていうところですね、あと安心するんで、まあ、 なんか魅力っていうか、やっぱり日本に入って、まあ今もね、あの、1ヶ月間ロシアに行って、まあロシアも素晴らしい国なので、まあすぐにオールドカップやって楽しかったけど、ただ日本に帰ってきて、まあやっぱり家に帰ってきましたっていう、まあ隔離時間あっても、ね、3日間終わったりても、なんか日本にいる子だけもう幸せですよ。本当になんか言葉に伝えられないぐらいに、まあ本当に。 日本にいることがもう大好きんで、まで、あ、ただ本当に、ね、日本に来てからいろんな方々がいろいろ助けてくれて支えてくれて、まあ、それねやっぱり日本人の優しさ、やっぱりどんな人来ても助け合おうという気持ちがあったから、まあ、私もそれいいろねチームメイトとか今一緒に15年間一緒にプレイしているシューセとか田端、まあ、タタコーチとかギ、まあ、ノーザーとかもね。 今でもなんか、まあ、家族という気持ち、まあ、本当に、あのー、感謝いっぱいので、だからまあ今回のワールドカップをメダルとって、みんな日本返しした方はな、まあ毎回のワールドカップを優勝したいという気持ちがあるので、まずメダルとって、もっと日本の強さとか、世界に見せたいなと思っているので、まあ、ただね、あのー、日本人として日本代表、日本も来て、ワールドカップをプレイすることが、まあ、本当に感動していますんで、毎回毎回、あのー、嬉しく。 プレーしてますので、まあ、これからもね、いろんなオールドカップ出て、もっと日本の強さ、あのもっと日本は世界にあの出ていてあの、金メダルを目指します。ありがとうございます。あの、あれですね、銀メダル、ラモスさんにも見せに行かなきゃいけないですね。そうですね、帰国した日はすぐラモスさんに出まして、はい、ああの毎試合の前にあの試合後とかメッセージ来たので、まあ、応援してます、毎試合見てくれて。 ラムさんのエネルギーとかパワーもすごい届きましたんで、またあのご飯奢ってもらえるようにって言われたので。<laughs> またちょっとブラジル料理食べに行きますって言われたので。<laughs> まあ隔離時間もあったら、すぐ会いに行きます。はい。本当にでも、おめでとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。